皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は極悪ロックンロールという唯一無二の音楽を演奏するバンド、モーターヘッドの創設者レミー・キラミスターの生い立ちや極悪伝説を振り返っていきたいと思います。このチャンネルではハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1945年12月24日、イギリスのバースレム市にて、イアン・フレイザー・キラミスターは生まれます。レミーが生後3ヶ月という、まだ生まれて間もない時に、父親は母親を捨て離婚しており、3歳になるまでには、少なくとも2回の引っ越しをし、多忙な幼少期を過ごします。レミーが9歳になった頃、母親は再婚をしたのですが、その父親には、2人の子供がいました。5人でウェールズへと移住し、一緒に生活を送るのですが、レミーは、2人の義理の兄弟と仲良くすることはできなかったそうです。子供の頃のレミーは反抗的で、他の人とは異なる考えを持っており、それが後にモーターヘッドのスタイルへとつながります。複雑な家庭環境で育ったレミーだからこそ、極悪ロックンロールという唯一無二の音楽が作り出せたのかもしれませんね。また若きレミーはこのように語っており、自分が生まれた頃は、まだロックすら存在していなかった、凍てつく地獄のような冬を過ごしたよ、と話しています。しかし、ウェールズという田舎へと引っ越し、あまり居心地が良いとは言えない共存生活を送っていたレミーだったのですが、初めてアコースティックギターと出会い、その弦楽器に惹かれます。そして、もう一つ惹かれたものがあり、それは女性で、レミーは音楽と女性という2つの情熱を見つけたのです。そこから、レミーは、エルビス・プレスリーやリトル・リチャードらに影響を受け、ミュージシャンを志すようになります。余談ですが、レミーは、子供の頃から、パブにあるスロットマシンにハマっており、スロットを貸してくださいという言葉の、メンドミア5から、メンドミーと派生し、それをさらに略し、レミーとなり、それが、自身のアーティスト名へとなったそうです。17歳になったレミーは、ビートルズに影響を受けており、酔っ払いながらも、ビートルズのコンサートに参加します。そこで見た、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの音楽にインスピレーションを受け、レミーの音楽キャリアを決定づけることとなります。また、16歳の時には、駆け出し時代のビートルズと一緒にパフォーマンスができるというイベントがあり、それに参加したレミーは、ステージ上で、ジョン・レノンを目の前にしてみるという貴重な体験をします。しかし、そこで酔っ払っていた一人の男が、ジョン・レノンは、オカマだ、と罵声を浴びせます。ジョン・レノンは、すかさず、その男の顔面を殴り、その男は意識を失います。それを見たレミーは、愛と平和を歌うジョン・レノンの意外な一面と、先駆的なロックンロールライブを体感できるという、独特な感覚を味わい、俺もロックミュージシャンになりたい、と決断するきっかけとなります。ロックミュージシャンになると決意をしたレミーは、ママ父にそのことを話し、承諾を得ますが、農場を経営していたママ父は、家の仕事を手伝うこと、学校を卒業すること、この二つを、条件に、レミーの夢を応援します。しかし、今、すぐにでも音楽に専念したいと思っていたレミーは、家族との約束を破り、高校卒業間際に中退をしてしまいます。その後、マンチェスターでバンド活動をスタートさせます。当時、まだギタリストとして活動していたレミーは、ロンドンへ行った際、ジミ・ヘンドリックスのローディーを務めるなどの経験をします。そして、1972年、当時、強烈な個性で人気を博していたサイケデリックロックバンド、フォークウィンドへと加入したレミーは、ベーシストとして目覚めるのですが、
ドラッグの過剰使用が始まった時期でもあったのです。フォークインド加入後、モーターヘッド結成に関しましてはモーターヘッド紹介動画にて解説していますので、そちらを見ていただけると幸いです。さて、レミー・キルミスターといえば音楽性だけではなく、そのロックンロールを体現するかのような生き様と数々の伝説が挙げられるかと思います。ほとんど有名な話ばかりかもしれませんが、レミーの極悪伝説をいくつか紹介していきたいと思います。レミーはジャック・ダニエルをコーラで割る、いや、コーラをジャック・ダニエルで割るといった飲み方を死ぬまで続け、またタバコについてはこのように話し、タバコはトレーニングの一環だ、俺はタバコを吸い続けなきゃいけないんだよ、禁煙したら声に支障をきたす、酒とタバコをやってなかったら俺は多分この仕事に就けなかっただろうよ、と話しています。喉を大切にするためにタバコをやめるアーティストが多い中、レミーはその逆を貫く、まさにロックンロールですよね。でも確かにあのレミーの声はタバコを吸って酒で喉を焼かないと出せないのも一理ありそうですよね。またレミーは一度もシラフになったことがないらしく、常にお酒を飲んでいます。レミー曰く、なんでみんなミネラルウォーターを飲むんだ、水は体に悪いぞ、魚がセックスしてるんだぜ、と話しています。そんなレミーなのですが、コーラはダメだ、砂糖が多すぎるとも話しています。糖尿病の影響で何本かの指が黒くなってしまったレミーは、足の指を切断する手術のためツアーを離脱し病院へ入院。レミーは病室へ入るや否やタバコを吸い始め、病院の先生から、ここでタバコを吸ってはいけません、ここは禁煙です、と注意を受けます。しかしレミーは、そうかい、なら俺はここに入らない、いいか、もし足の指を失うって言うなら俺はタバコを取る、と言い病院を出て行きます。その後別の病院で診察をしてもらったレミーは、医師から食生活でこれとこれを改善すれば足の指はいずれ良くなります、と言われ、レミーは食生活を改善して足の指が切断されるのを免れたのです。タバコで足の指切断が免れるなんてとんでもない話ですよね。幼少期の頃から女性に対し音楽同様の情熱を抱いていたレミーは、大人になってからも健在で2000人の女性を抱いたと言われています。このことについてレミーは、2000人とは言ってない、1000人だ、今では1200人くらいになったかな、俺は一度も結婚したことがないんだから、それを考えればそれほどではない、俺は一切男に興味はない、音楽業界にいる唯一の理由は女だ、ギターを持っていれば女は服を脱ぐ、またモテるには顔が必要か、という質問に対し、ルックスというよりも女性を笑わせることが大事だね、女性はハンサムかどうかなんて最後は気にしないものさ、なぜなら彼女たちは毎日メイクを落としているからハンサムの奥深さを知っているんだ、と話しています。他にも女性関係に関するエピソードはあるのですが、あまりにも過激な内容のためこれくらいにしておきます。エクソダスのギタリストであるゲイリー・ホルトは、真剣な顔でこのように話します。少なくとも、3人のレミーがいると、俺は確信している。続けてこのように話し、俺たちは、昔、ヨーロッパツアーをやるときは、まず、ロンドンで1週間過ごして、時間の変化に慣れなきゃいけないと主張していたんだ。基本的に、5から7日間、獣のようにパーティーをしていたよ。これはレミーがまだロンドンに住んでいた頃の話だ。バーへ行くとレミーがいた。
俺たちは彼のところに行き、ドラッグや何かをやりながら酒を飲んでいた。俺たちはレミーに別の場所に行くよと言うと、レミーは分かった、じゃまたなと言い、俺たちは別のバーへと向かったんだ。そして俺たちが店に着くと、レミーがそこにいたんだ。しかも1時間も前にいたんだ。それからさらに別の場所に行くと、そこにもレミーがいて、バーに座っていた。それ以来俺たちは少なくとも3人のレミーがいると確信している。レミーは神だからと話しています。この話本当に面白いですよね。行くとこ行くとこにレミーはいるのは嬉しいですけど、なんでいるんだよってなりますよね。ちなみにゲイリー・ホルトだけではなく、他のバンドマンも同じような体験があることから、レミー3人説は結構濃厚らしいです。他にもまだまだエピソードがあります。シドビシャスにベースを教えたことがあるが、覚えが悪くてベースをぶん投げる。健康のためコーラのウイスキー割りからオレンジジュースのウォッカ割りに変えた。健康のため野菜を摂るようにと言われポテトチップスを食ってるだろと反論。その後ポテトチップスの CM に出演。レミーって面白いエピソードばかりで、ほんと良いキャラクターをしていますよね。モーターヘッドの時はかっこいいロックンローラーなイメージですが、普段のレミーは可愛いおじいちゃん的な存在ですよね。そんな数々の伝説を持つレミーではありますが、病には勝てず死は訪れます。しかしレミーは生前インタビューにて、体調不良で死について考えることはないのかと質問され、このように話しています。死ぬのは避けられないだろう。俺の歳になるともっと考えるようになるよ。けど何の心配もしてない。準備はできている。もし明日死んでも俺は文句はない。いい人生だった。音楽と女性を愛し、浴びるように酒を飲み、好きなだけタバコを吸い、モーターヘッドに人生の全てを捧げ、24時間レミーキルミスターとして生き続けたレミー。何かをぶち壊すために生まれてきたという、まさにロックンロールな生き様を体現したレミーは、音楽だけではなく一人の男として本当に偉大です。モーターヘッド、レミー・キルミスターは最高に素晴らしいですし、最高にかっこいいですよね。